キングコングいつも楽しく拝見しています。ありがとうございます。素朴な疑問なんですが、キングコングのお二人はモノマネってできるのですか？なるほど、ね、モノマネあんまやれへんもんね。あんまというかやったことがないけどね、あのテレビのとかではたまに西野がクレヨンしんちゃんのモノマネとか昔やってて、うん、めっちゃ滑ってたよね。俺は滑るね。なあ、あのクレヨンしんちゃんのモノマネはね、あのキャバ嬢のアユですぐらいの、そうそう、アユできるね、そんな感じやねんな。実際 そ,、まあ、そういうのじゃなくて本気のやつは、本気のやつ、本気のやつだったら俺はチューブかな。毎日いくやつ涙あれ陽水さんですか？どっちどっちでいく？陽水さんが涙は彼のものだ。ややこしい、ややこしい、ややこしい。涙は陽水感がどう？まあ陽水の占める割合が増えてきとるよ。あれ？涙は枯れ。あれ？涙は枯れ。あれ？じゃあ陽水にし。もう中学の。うん。うん、少年時代で。初日だよって夏はすぎやん。あ、いくよ、うん、夏はすぎ風あざめなんとも言えるな。これは田中真紀子。ででどれかにしてよ。田中真紀子チューブどこ行ったよ。今田中真紀子やってるな。これ田中真紀子結構似てるじゃん。いや、田中真紀子難しいわ。チューブ全然できへんな。だから昔やってたけど、今やったら井上陽水になったもんな。俺、うん、近藤正彦いけるよな。え？ミッドナイトシャッフル。そんな聞いたことないって俺。あの大魔女さん。天使のような悪魔の笑顔、この街に溢れているようのようのところ。もうちょいじゃあシャッフル。いや、無理無理。ここの助走がないと止めない。ほんまに、うん、そんなのこの街に溢れて、この街でいいんじゃん。この街からでいいんじゃん。ちょちょちょ、女装がいる。何つぶって。いくで、うん。天使のような悪魔の笑顔、この街に溢れているよ。ずっと西野。西野フルシャフで長尺のフルシャフでずーっと西野。毎日桑田佳祐ぐらいやったらできんじゃない？何の歌か分かりやすいやろ。笑ってもっと笑ってもっとベイビー。おーねえ、ちょっと今のいけてんじゃない？桑田はね、ある程度歌唱力があったらできんねん。笑ってもっとベイビー。飲みすぎた西野。完全に成功したら成功だ。難しいな、このままね。ちょっと練習するわ、俺。